素晴らしい勝利だと思います。特に昨日なかなか、追いつけずに、終わってしまった試合の中で今日どうやって勝つかというところ、前半がすごく我慢の展開だったので、そこを我慢して我慢して後半の逆転からの、まあ、点差を離すところまでのあの流れというのは、まあ、こう言っちゃうんですけど、見ていてすごく感動をいただきました。修正力はあると思います。というよりもその選手の遂行力っていうのは徐々にこの11試合終わった中でも、すごくその上がってきている、対応力というか修正というか、その対応力とか遂行力っていうのはすごく上がってきて、それを選手同士でも話し合える環境というのは素晴らしいと思いますし、まだまだ伸びしろのあるチーム選手がいっぱいいるので、また次ここからの試合が楽しみになってきました。前半を終わった段階で、相手のオフェンスをどう止めるかという、まあ、話をコーチ陣としたときに、その時に山田コーチと西谷コーチが素晴らしい提案をしてくれて、それを後半実行しました。その策が、見事にはまった勝利になると思いますので、コーチ陣にも本当に感謝しています。まだまだ前半やはり40点取られているので、そこを減らすことができると思いますし、後半も27点に抑えてはいるんですけれども、やはりそれを40分間できるかどうか、あと最初からやっていればその、自分たちのルールところで守れれば一番いいと思います。そこの強度というのはまだまだ必要かなというふうに思います。はい、本日も応援ありがとうございました。皆さんとともにこの感動を少しでも分かち合えたということが、僕にとってはすごく素晴らしい体験だったというふうには思います。その雰囲気を作ってくださった、ブースターの皆さんや、あとは画面の前で応援してくれた皆さんというのは本当に力になりますので、また来週ホームゲームもありますし、これからも横浜 B コルセアーズ、そして B リーグバスケットボールをどうぞよろしくお願いします。